ちょっとさばいていきましょう。はい。今回は包丁でやるの？うん、包丁でいいよ。いつもアルミたわし買うの忘れるんだよね。ねえ。ではないからね。分かるでしょ、どうやって見分けんの？ここ。黄色くなってるの分かる？分かる？分かんない。もうちょっと近くにしたら分かる。よし、ああ、ここが黄色いと曲がれ。で、うん、はっきりした黄色になると、つながれね。こっちまで黄色くなるのがつながれ。ああ、奥までね。うん、黒頭は？黒頭はここに黒い模様っていうか、縞が入るから。皮がれは？皮は分かんないわ。それではさばきますか。はい、ね、よいしょ。はい、お食事タイムです。今日はですね、ウニ丼と釣ってきたカレイ2枚、こちら唐揚げにしてあります。こちらといつものこちら金色のやつですね。金色のやつね。はい、はい、それではいただきます。いただきます。うい、食べて食べてね。ウニいいね。いいね。おまんのところで手に入ったからね。私検査だからそうだね、ウニ食べれない、うん、ちょっと我慢してね。うん、じゃあちょっとお醤油をね。どう？うん、あ、柔らかい、おいしい。せっかくだからウニビって、はい、うん、はい、うん、おいしい ね、おいしいね。うん、いただきます。久しぶりだねこの縁側がパリパリしてておいしいね。うん、やっぱり投げ釣りはロマンがあるね。ロマンが、うん、ちょっと楽しくなってきた。でも YouTube 始める前に投げ釣りやってたじゃん。で、うん、ハゼとかさ、うん、ね、いっぱい釣ってたじゃない。釣ってたんだけどね、うん、いつの間にかね、ちょっとやれなくなっちゃったから、久しぶりにちょっと楽しかった、うん、ね。さあ、そろそろこいつの時間です。
ボットジャがノンアルを飲んでるのでビールを飲めないと思ってる方もいるみたいなんですけど実はすごい大変な酒豪です。じゃあいただきます。はい、体のことを考えてノンアルにしてるだけです。うめえ。さあ続いて食べちゃおっと。なんだね、海外行くならエジプト行きたいな。ごちそうさまでした。はい、こちらナンタル一番前の勝内川の様子です。子どもの日の前に、いつもこちら鯉のぼりに、ね、こういう風につけてひらひら泳がせてるんですけれども、景色圧巻ですよね。イカシュー10個もらっていいです。イカシュー10個、はい。チーズボー、チーズボー、うん、あとね、辛味団子、うん、あとごめんなさい、辛味団子を、私ヨウメイちゃんが大好きなイカシューです。こちらのかまぼこを買って車の中でつまみ食いをして帰るのが大変楽しいんですよね。ちょっと、うん、こちらがすり身とイカが入ってるんですね。これをシューマイの皮で揚げたものなんですけど、こんな感じでイカと胡椒が入ってるんですよね。で、とっても胡椒が効いてて本当美味しいんですよ。お父ちゃんも食べる？うん、お父ちゃんも食べる。お腹空いた。めちゃうまだよね。安定の間違いないです。この買いたてっていうのかな、うんうん、皮がサクサクなんだよね。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ボットジャ嫁ジャを応援してくださる方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。